小さな巨人は2017年4月16日から6月18日まで毎週日曜21時から21時54分に TBS 系日曜劇場枠で放送されたテレビドラマ。主演は長谷川博美。警視庁本庁と所轄の確執、警察内部の戦いを克明に描くエンターテインメントドラマ。キャッチコピーは敵は味方のふりをする。 警視庁、捜査一課強行犯一係長、高坂新一郎は、今年3度目の捜査本部による難事件を解決した。その夜、両邸で、祝勝会と称し、自らの死と仰ぐ、芝警察署署長で前捜査一課長の三笠陽平と、会食中、自身の上司で、現捜査一課長の小野田義信が不意に現れ、共に祝杯をあげる。両邸から出たところで、 高坂はかつて、芝社の所轄刑事、渡辺久子が、風見エレックの風見京子の自殺に関わる、捜査対象として追っていることを知る、中田エレクトロニクス社長、中田隆一を見かけて、気になり、飲酒運転の疑義で、職務質問をかける。その際、隆一の車に、傷がつき、そのことが、マスコミで大きく報じられ、高坂は観察官の柳沢はじめに呼び出され、 遠席の後に飲酒した状態で取り調べをしたことを問いただされる。高坂は黙秘するが、もう一人の証人として呼び出された斧だが、高坂は飲酒をしていたと記憶していると証言し、高坂は警察の名誉を毀損したとして、諸葛の芝場所への移動を命じられる。これまで父親、厚子の果たせなかった捜査一課長への出世を目標として、 着実に実績を積み上げてきた高坂は、失意の中、芝署へと赴任する。その日の芝署管内で、IT 企業、ゴーンバンクの社長で隆一の父である、中田和正の誘拐事件が発生し、警視庁、捜査一家が退去して、芝署へと押しかけ、所轄の捜査陣は、待機を命じられる。しかし高坂は、小野田の運転担当で側近の山田春彦に、監視されながらも、 渡辺らと共に事件の核心に迫っていく。高坂は、芝署での警察内部の不正を暴き、風見京子殺人事件を解決することはできたものの、不正は警察組織全体によりも見消され、戦略としてマスコミへの警察情報リークを利用したことの責任を問われ、本庁に戻ることはできず、と様子署に所轄から所轄への横滑りとなる人事異動を命じられる。 豊洲署には女性幹部候補として期待される須藤綾香刑事課課長のもとへ課長代理として着任しそこには本庁人事部から自ら希望し移動してきた三島由里と小野田の策略により一時的に本庁を離れ移動していた山田がいた赴任した朝刑事課に横沢亜美が夫と連絡が取れないと相談に来た横沢の勤務先は 金崎玲子が理事長を務める学校法人、聡明学園の事務局経理部であった。聡明学園には、専務として元総裁課長の富永拓造が天下りしており、理事長とともに面談した高坂に対して、横沢は、横領事件を起こしたが、時短にするので警察は介入しないでほしいと頼む。その間山田は、お互いを知り、 事務局経理部で横沢と親密であった、矢部隆氏に話を聞くなど単独で動いていた。小野田からも単なる失踪として処理し、深入りしないよう釘を刺され、高坂を無視した山田の報告で、須藤は事件性なしの失踪と処理してしまう。高坂は横沢の失踪について背後に事件が隠されていると感じ、矢部が何かを知っていると判断し、 事情を聞こうとするが逃げられてしまう。その後、高坂はやべが警察官であり、本名は江口和夫であることをつかむ。そのことを山田に告げると、江口は、聡明学園の政財界との癒着を横沢と協力し、暴こうとしていたこと、自分も江口に協力していたことを明かされる。そこへ江口から山田に、輸着の証拠や横沢の居場所が見つかったとの電話があり、山田は、 江口の元へと向かい、交差か山田を尾行する。尾行した先には、聡明学園の屋上で、江口和夫の殺害遺体の側に立ち尽くす山田がおり、交差からに気づくと、山田は逃亡を図るが、配備していた捜査一課に確保される。市は初編とよし初編4月11日から5月8日まで、関東地区のヌーデーズが、 イメージキャラクターを務めている JR 東日本系列のコンビニエンスストアにてコラボレーション商品3点を販売。ありがとうございます。